とエニアグラム M8 小隊の二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、はい、興味さん、うん、興味プロデューサーからですねプロデューサーから、はい、指令を受けまして、うんうん、この方前にもそのタイプ8とタイプ6が、うんうん、揉めてるっていう話 で、うん、でタイプ6は、うん、まあいろいろ上がってきたよと、うんうん、ただそのタイプ8は、うん、孤立とも孤立してしまったようだと、うんうんうん、でその孤立したタイプ8に何かできることはないでしょうか、うんうんうん、っていうプロデューサーから、うん、興味プロデューサーからメッセージをいただきまして、うんうん、私も思い当たる節があり、うん、というのは私の会社にも、うん、後輩の、うんうん、デザイナー、うん、タイプ8のタイプ8の多分タイプ8であろう、うんうんうん、デザイナーがいて、うんうん、一切私今口聞いてないんです。同じような構図なんですか？同じような構図か分からないですけど、まあ、タイプ6の私の方が、まあ、社歴が上、年も上で後から入ってきました。でどうやら何か私のことで嫌な点があったらしく、挨拶をして入ってきて挨拶を返す、挨拶を返しても挨拶をしない。で私が何か、お先に失礼します、挨拶をする、返事がない、なんとかさん電話です、返事をせず電話出る、っていう、それもう怒りを表明してるんです。ただもしか私が後輩とか、立場が下であったなら、言われる可能性はある。何か言ってくる可能性はあるけども、僕のがもうずっと車力が上なんで、一切言ってこない。代わりになんかまた可愛いのが、僕と同じラインで並んでるんですけど、なんかその封筒とかを立ててですね、顔が見えないようになってるんです。で、なんかもう可愛いとかってちょっと思っちゃうんですけど、でもなんか多分それも多分嫌なんでしょうね。それぐらいお前に対しては怒ってるんだよ私は、っていう怒りの表明を出し、でまあなんで恥かって思うかっていうと、結構言葉が荒い、男性女性？女性です。女性のデザイナー、でキモい、キショイとか結構言葉が何かの端々に出るんですね。でたまにそれが私に向けられてるのかって思うこともあるんですよ。なんかその私の裏後ろにこういう白板があって、何時にどこどこに行くみたいなところが私のところにあるので、その時にはもう私の近くに来るしかないんです。その時にそういうワードが出るんですよ。なんだこいつ俺に言っとんのかって思うんですけども、まあまあと、なんで多分この興味プロデューサーと同じように、タイプ8との関係で悩んでる点では私も一緒ですと、でも多分周りにもそういうそのタイプ8的な人とトラブルを抱えてる人は多いんじゃないかなって推察します。タイプ8エネルギーが強く、自己主張で反応、まあ、星野仙一さんのような和田アキ子さんのような、力ずくで取る、俺をコントロールするな、コントロールするのは俺だ、誤ってないですよね。これ誤ってないですね。間違ってないですよね。ただこれは、あのリーダーシップを取れるっていう、いい面でももちろんあります、いい面でもあるけど、まあ、囚われですよね。しなくてはいけないと思ってる。それはそうです、まあ、そうしないと弱さでもあるっていうことですね、そうしないと生きていけないと思ってるから、マウント取ろうとする、って感じですもんね。で、何かできることありますか、っていうのを見ていて、ちょうどその時にあのアドラー、幸せに、アドラーさんじゃないですけども、アドラーさんの教えとして、岸見一郎先生が書いた幸せになる勇気、この嫌われる勇気とセットの、そうですよね。嫌われる勇気があって、幸せになる勇気が次に出たって話なんですけど、この中によくカウンセリングで使うという、三角柱があると、その三角柱っていうのは、一面には悪いあの人、もう一面にはかわいそうな私、でカウンセリングにやってくる人は、ほとんどこの話しかしないと、悪いあの人、かわいそうな私、
で三角柱のもう一面、うん、隠れてる面は何が書いてあるかというと、うん、これからどうするか、うん、でこれからどうするかを語らないんですね、うんうん、で私が思ったのは確かに彼女も、うん、かわいそうな私、うん、悪いあの人、うんうん、なんですよね、うん、その人からするタイプ8の人からすると、うんうん、でこのエニアでもエニアグラムでできることって、うん、その自分じゃないですか、うん、自分をどうするかっていう話ですよね、うん、自分をどうするか、そう人を操るものじゃないです、うん、このやるとすると多分カウンセリング的な話になるんじゃないかな。でもこのタイプ8って一番この、うん、コントロールするなって思ってる人じゃないですか、うん、あだから私があの人の健全度を高めてあげようみたいなことは多分そもそも無理で、はい、カウンセラーって話を聞いてあげて自分に気づきを持たせるみたいな、はい、変わるきっかけを与えてあげるみたいなところじゃないですか、はい、で他人ができるとすればまあそこしかないですよね。聞いてあげる、聞いてあげてどうすれば、なのでこうタイプ8の人が健全度を上げていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、で上げるためにはどうしたらいいのかっていうのをタイプ8の人はこうするといいですよって言ってもそういう状態では聞くわけないです、ね、聞くわけないですよ、ね、タイプ6でもそれは聞きませんよそんなこと。そうなのでそういうのをなんか、まあ、カウンセリングってこう話を聞いてあげて答えはまあ自分の悪いところを知ってるよねってところじゃないですか自分自身がで、まあでこれを読んでいて感じたのは、うんでこれはその相談に来たというか、うんうんうん、主人公がある鉄人に、うん、鉄人哲学の人に、うん、あの要は相談をしに来るんですけど、うん、この嫌われる勇気で、うんまあ、大学生の頃に行って、うんうん、あ僕は教育者になる、うん、って言ってアドラーの教えを教育者になって生かしますって言って、うんうんうん、こちらで、うん実践したけどダメだったやないか、うん、っていう話なんですこの幸せになる勇気、うん、でやったけどダメだったっていう話をすると、うん、哲学の人は、うん、愛しなさいって言うんです、うん、こっちでもそんな感じでしたよね。そうです、ね、感謝をしなさいでしたっけ。嫌われる、はいはい、承認欲求じゃなくて感謝をしなさいって。でこれも要はその、うん愛しなさいみたいなことが出てくるんですけど、うん、要はそれをなんか僕からすると、うん、怒ってる人タイプ8にどうやって入っていくんだろうと、うん、なんかいきなりドンって横に座って、うん、なんか俺のこと嫌ってるみたいだけど、うん、全部話してよでっていう入り方、うん、どうですかね。それってあんまりよくないわかんないですけどそのタイプ8の人よくなんか竹を割った性格っていうじゃない。竹を割ったような蜂の人、はい、蜂の人、あ、まあ、でも蜂の人なんて聞くのかな、ま、で要は、うん、でもそれを何て言うんだろう、あのこの俺もや先生が生徒に要はなんか、舐められてるような感じなんですね、うんうん、でも、うん、先生がこの主人公、うんうん、先生っていうのは悩んでる先生が主人公で、で私生徒に舐められてるんですよみたいな。もうその、うん、アドラーの教えを実践したつもりだけども、うんうん、舐められとるやないかと、うんうん、でその一回そんなんで舐められていて、うん、もうあまりいい関係じゃない、うん、けどこの鉄人は尊敬しなさいって言うんです、うんうん、でいやそんなことあんな動物みたいな子供にね、うんうん、尊敬なんかできるわけないやないか、うんうん、みたいな反応するんですけど、うんうん、いやそれでもあなたは先に尊敬するんです、うんうん、っていうことが書いてあるんですね、うんうん、で僕それを見た時に、うん、その彼女に、うん、じゃ先になんかへりくだるイメージがあってちょっと受け入れがたいと思ったんです。尊敬をするっていうのが尊敬をするっていうか、うんうん、その要は僕の方から、うん、いや口を聞かねえのはおめえだよと、うん、っていう思いを持っていながらも、わかります。ちょっとそのへりくだる感じで、うんうんうん、なんか怒ってるみたいだけど、うんうんそれちょっと嫌味っぽい。ごめんなさい。人間が出ますね。ごめんなさい。で、いけるのか。多分まあアートラーが言うのは、はい、まあ、心から尊敬しなさいとか心から愛しなさいとかっていう部分で、言ってますよ。でそれをまあ多分そうなんだとは思う。理屈的にはわかります。けどそれを実践できるかというとまた別の問題だとは思うんですよね。そうなんですよね。
呼んでいて、あ、多分その要は先に愛することで愛が伝わるみたいなことが書いてあって、まあ、それが理路整然と書いてあるので、うん、そうなんだろうと思います。それはそうなんだろうと僕も思います。でそれを、うん、要はアドラーを学びました、うん、エニアグラムを学びました、うん、さあこのタイプ8 でそうあの僕のところにこの封筒を立てて顔を見えないようにしているタイプ8にどういけばいいんですかね、うん、私は。なのでこう尊敬しましょうみたいなのって表面的にすることはできると思うんですよね、はい、で多分その表面的なにやるとへりくだってる感じになるわけじゃないですか、はいはい、心からじゃない。で多分こういうのは多分タイプ8は一番嫌いますよね。一番嫌う、媚び売ってきやがったみたいななるほどなるほど、っていう感じになるの で、ね、はい、なん難しいですよね。それをや、まあ、思うところからじゃないですか。まずで呼んでいて思ったのはまず僕、うん、挨拶全部無視されるんです、うん、全無視です。全無視されてもやり続けるみたいなっていうことなのかなってちょっと思ったんです多分そういうことだとは思うんです。まあ自分の意識をあいつ嫌ってるっていうのをどんどん外していくみたいな、自分の意識をこの実践は難しいですよね。そうなのでこうアドラーでも、アドラーでもっていうか両方アドラーですけど両方アドラー、はい、あのこれを身につけるのは10年かかるみたいな感じじゃないですかなるほど。なのでそれをやったとしてもそう簡単にはうまくいかないんじゃないかなとは思うんですよ、ね、やっぱりあの、ね、無視をされるって傷つくんですよ。傷つく自分がすごい傷つくのが分かるんですよ、うん、ああ今日無視された俺って。それでもいやでもこれはみたいなことを。なるほど。あ、なんかあのイチローが、あのエニアもアドラも全く関係ないですけどイチローがそうが、あの嫌われるの怖くないですかみたいな質問された時に、 ありましたね、はい、嫌われるのは大好きですって言ったんですよね。ワクワクしますって言ってましたね。そう確かに。で嫌われるってことは自分のことを意識してくれてるんだ。本当に何にも思ってない人だったら、あ、何も思ってない、嫌いでも好きでもないっていう人がもう本当に全く関心を持ってない人、はい、だからそういうふうに思われるのが一番嫌で、嫌われるっていうのは大好きですって言ってたんですよね。強いですね強いですね。なのでその意識を植え付けるみたいなところじゃないですか。なるほど、ね、うん、だとするとその、うん、先ほどの興味さん、うん、興味プロデューサーの、うんうんうん、そのこもってしまったタイプ8、うんうん、これ多分タイプ5の悪いところが出てる感じですよね。なので本当に健全度が下がってる感じ、このあんなに活発なタイプ8があんなに無気力になってるみたいな、はいはい、ところだと思うんで、まあ、そこをまあ、第三者、まあ、話を聞いてあげるぐらいじゃないですかね。なるほど、うん、で認めてあげる。あの私とちょっと悩みが違いました、うん、まあ本人は相手には言いにくいじゃないですか、タイプ8なんだからさそうそうですよね。だけどこう第三者だったら話を聞いてあげることはできるかな。あ、そうか。あ、そう、興味さんからすると、うん、僕はタイプ6で、うん、タイプ8と喧嘩をしているタイプ6です。そうそうそうで両方ともにこう相談を受けてるような感じじゃないですか。興味プロデューサーはそうですね。そう、はい、興味さんはプロデューサーは、はい、なので、まあ、タイプ8健全度が落ちてるタイプ8だったらこう寄ってってエニアグラムを教えてあげるとそうです、ね、学んでもらうと一番早いかもしれないですからね、はい。でもまあその状態良くないよっていうのは伝えたいけど、それを伝えると傷つく可能性も高いし、うん、まあそうですね、うん、そうやって落ち込んでる。ちなみに、ね、うん、そのタイプ8のモデルとして使って申し訳ないんですけど、うん、お父さん、うんうんうん、強烈な九州男児のタイプ8、うんうん、どんな感じですか、その怒ってる時。怒ってる時はガーってもう熱くなる感じですよね、はい、でそれがシューってその何かを企んでるような、うんうん、静かなオーラが出てる時から立ち直っていく時の工程みたいなのに特徴はあるんですか。まあ、なんかそう支えてくれる人みたいなのは多分いるんじゃないかなって。支えてくれる、お父様を支えてくれる、うん、なんかそのなんていうんですかね、興味さん的な人。あー、うんうん、なるほど。誰か話をする相手がいる、うん、話をする相手がいる。で多分そんなにカラッとしてる、あ、根に持ってはいるんですけど、タイプ8は基本、うん、僕の中ではいろんな本ではそのカラッとしてるとは書いてないですね、うんうん、はい、
根には持ってるんですけど、表面的にはまあすぐ元に戻る。はい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 。で、表面的にはすぐに戻るんだけど、こだわるごとにそれが蘇るみたいな。なのでこう波が、本に書いてありますね、波が激しい、はいはい、ので今すっごい落ち込んでるけど次の日にはケロッとしてるみたいなのはあって、なるほど、でまた翌日にはそのことを思い出してまた怒り出すみたいな。ずっとガムを噛んでるわけですよ。くちゃ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 と。でそれがこう波がある感じなんで、なのでそういう落ちた時とかに何か気持ちを分かってあげるとちょっとすっきりしてとか、あとまあ何か楽しいこと、刺激を求めるタイプなんで、キャンプに行こうか、あ、連れ出すとか、そう、あ、なるほど、あ、連れ出すのはいいかもしれないですね、うん、キャンプに行こう、そう、うちの親父だったらアウトドアとか結構好きなんで、はい、こうキャンプに行こうとか釣りに行こうとかそういうドライブ行こうみたいな、あ、じゃあ私もその子が結構ライブが好きだって言ってたんで、うん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 、誘ってみようかなライブチケット2枚あるんだけどさ、くどいてるみたいですねで、ちょっと今思いました、うん、確かに、あ、連れ出すのはいい、連れ出すのはなんか気分転換じゃないけど、でその中で、まあ、車で行けばなんかいろいろ会話したりとか、うん、まあ、気が晴れれば多分出てこれると思うんで、はい、うん、確かに、うん、で、まあ、その問題が解決してるかどうかもありますよね、はい、あれでいくと、京美さんの話でいくとタイプ6の人にパワハラで訴えられたみたいな感じじゃないですか、みたいなことも書いてありましたね、うん、なのでその問題がもう収束してれば、もうあとは忘れようじゃないですか、もう未来を見てって話ですよね、うん、忘れようって話なんですけど、もうそれが今くすぶってる状態どうなるかわからないみたいな状況だと、まあ、不安もあるじゃないですか、なるほど、うん、このまま本当に裁判とかになったらどうしようとかっていうレベルなのか、クビになったらとか、そういったなんか問題がこう現在進行形だったら、まずその問題を解決しましょうってところだと思うんですよね。でもなんかまあ、うん、解決してる前提であれば、うんうんうん、もう連れ出す、連れ出す、うん、でどこか違う場所で、うん、違う場所で、違う場所で、でそうするとイベントの途中とか何かをしている時にそういう話をするっていうのは、うんうん、タイプ8にとっては結構、うん、アクティブなもので、アクティブなのが好きなので、まあ、お酒好きな、まあ、うちの親父もお酒が好きなんで、こう飲みに行ったりとか、なるほど、で気分転換みたいなのはしたり、俺誘えるかな、なるほど、なのでその人が好きなことですよね、きっとに連れ出す、連れ出す、あとはそのアドラー的には、うんうん、それでも愛する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 ですよね、先に愛する、うん、先に尊敬する、うん、こっちだと信頼するですね、嫌われる勇気、そうですね、信用じゃなくて信頼だって話ですね、はい、アドラーの話もゆくゆくは、うん、ゆくゆくはエニアグラムと合わせてちょっと話ができればいいなとは思っております、うんうん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、いかがでしたでしょうか、京美さん何か他の方、うん、京美プロデューサーはもちろん、うん、他の方もプロデューサーです、うん、プロデューサーです何でも引き受けます、そうですね、はい、いろんなことを皆さんと一緒にキャッキャとできればなと思ってます、うんうん、この本紹介してほしいとかこんなんでよろしければ、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。